これにぴったり合うような紅林流の和風メイクを紹介したいと思います。緑のカラーコンタクトを入れていきます。色はこんな感じです。次は CC クリームを塗っていきます。ファンデーションの役割なので、ファンデーション自体がもうこの1本で、面積の広いところを最後に、こんな感じです。コンシーラーを塗ってきます。顔の凹凸のへこんでる部分ですね。例えばこの目のちょっと下らへんとか、あと傷跡とかがある場合はコンシーラーで軽く叩くと馴染んで見えなくなります。もうね、目尻の、なんて言うんですかね、ちょっとくぼんでるとかあるじゃないですか。上まぶたと下まぶたの中間のところとか、こうやって埋めるとだいぶ出来上がりが違うので試してみてください。ちょっと明るめのカラーの方で高いところですね、例えば鼻とか眉毛の横とか、こういうところをちょっと塗ってきます。ここを塗ると、例えば私なんか眉毛がないから、この毛穴を隠せたりとか、あと鼻の一番高いところはいつもハイライトを塗るので、上からパウダーをのせるときにファンデーションがちょっと落ちちゃったりするんですけど、ここ最初に塗っとくと落ちにくくなります。口の端下のところをこんな風にちょっと口角が上がって、にっこり笑ったみたいな顔になるので、ここも重要なポイントです。コンシーラーできました。ハイライトを塗っていきます。下まぶたに塗っていきます。クリーム色は肌色に近いので、これを塗ることによって次に塗る色が引き立つんですね。クリーム色塗りました。こんな感じのラメパウダーをのせていきます。クリーム色の上からなので、もう若干白っぽく見えつつも、キラキラと輝くラメパウダーが下まぶたにこんな風に塗ってきます。これを鼻の上の方にもこんな感じで、あとは眉毛の横とか、ほっぺの高いところとかにもちょっとのせると可愛いです。ハイライト塗りました。一番濃いブラウンを塗ってきます。薄くでいいんですけど、鼻の上ですね、なんて言うんでしょう、眉毛、本来眉毛があるところのちょっと内側に向かって薄く伸ばしていきます。これをすることによって、ちょっと鼻が高く見えるんですね。わかりますか、ね、こっちが塗ってなくてこっちが塗ってるところ、この一手間で印象が変わるので重要なポイントです。あんま塗りすぎると歌舞伎みたいになっちゃうので、ほどほどにて大丈夫です。こんな感じです。